もともと始めた時は大学が京大だったんで、でまあそのご縁でみたいなのもあるんですけど、たまたまあの県保の指し手募集みたいなチラシを見てちょっと面白そうだなと思って見学に来て、まあ、入ってたって感じですね。吉田近衛で地元は、で大学生まではそこに住んでまして、で就職してもう引っ越したんですけど、まあ、職を変えましたん で地元に帰ってきたんで、地域に貢献できるような何かないかなっていうのをふと考えてて、でまあ親父に相談したら、まあ、こういうのあるよということで、あの入ったのがきっかけですね。今ちょうど県保校去年の9月から始めたんで、ようやく1年今見習いでさせてもらってます。まあ、まずはやっぱりこう基本の形をやっぱり体に染み込ませないといけないので、普段全然あのしない動きをしないといけないで、後半はやっぱりその県保校と言われるものをまあ支えさせていただいて、ちゃんと招けるように日々練習してます。吉田の地域であの設計事務所を開いてます。まあ、この辺りが昔から好きなゾーンなの であの地域の活動にちょっと参加していると。うまくいかない時はあんまり来るのも気が乗らない時もあったんですけど、少しずつできるようになってくると、まあ、集中練習でなんとか技術を向上させたいなという面白さみたいのもチラッチラッと出てくるんですよね。だから少し傾いただけでこう自分も持ってかれてしまって、結構恐怖心があるんですよね。それがなくなってくるとだんだんこう軽くなってくるんですよ。ほんのちょっと心にゆとりができてくると、まあ、少し楽しめるというところ。地元吉田で銭湯業をしてます。はい、自分が12歳中学の時かな、家の前で綺麗やなと思って見てたのが思い出になんかあったんですよ。ちょっとやってみようかなってその時に思って参加しだしたのが8年前ですね。最初ね、見学しに行った時に女性箱もあるんですよ、吉田って。で女性の人が大人が持つ矛を軽く鳴らしてるわけですよ。僕、まあ、力とか自信あったんで、まあ、女性でも鳴らしてるし鳴らしたろうって思って意気込みで行ったんですよね。そしたらうんともすんともに鳴らなくて、うわなんやバランスも取れへんし重たいし悔しいってなんかメンタルの部分と大きいね、そのあなんか今日はなんか体調悪さかにどうやろうななんて弱気な感じになってたら、もう途端に矛を飲まれてもうて、寝る前にこうなんか風が来てグッとグラッと来ただけでもうそう不安になってしまったりとかな、もうそれが分かんない。本当に尊敬するなというか、すごいなという一言ですね。やっぱりもう安定しているというか、とにかく鳴らしたいという、もう少しでなりそうな気がするんですけど、まあ、町内の方とかおばあさんがこう ありがたくこう迎えてくださってる中でこうしっかり鳴らせたらいいなと思いますね。恐怖心があるんですよ、常に。倒したらどうしようっていう、もうそれが常に隣り合わせにあるんで。
まあ、まだそのちゃんと綺麗に輪を鳴らせるとかそういう段階にはまだまだなってないんですけど、まあ、最初持ってた鉾よりももうちょっと重ための鉾を持って歩けるようになったりだとか、タイミング合わせて招けるようになったりとか、なんかそういう小さいところですけど、なんかそういう成果が見られるっていうのはちょっと楽しいかなと思いますね。正直こんなにこう道が長くて深いとは実は全然思ってなかったんですよね。まだあの本木僕は全く動かせないので、そこの中に入ってみないとちょっとまだその剣鉾の世界がわからないので、とりあえずあの本鉾を操れるようになりたいなと思います。無病息災、商売繁盛間違いなしっていう気持ちを込めてやらせてもらってます。剣鉾やってる人って年齢層が下から上まですごいあるんですよ。中学生から今やったら70代の方がやられてるんです。で、僕らの年代ってすごい真ん中の年代で、今僕必死に練習して、今後、まあ偉そうなこと言えないですけど、ちっちゃい子たちに印象づける小差しを大事にしてやっています、ね。